どうも、ジミです。今日は皆さんにクラブの選び方について説明していきたいなと思います。皆さん各々クラブ持ってると思うんですけれども、果たしてそれは本当に自分のスイングに合ってるんでしょうかって話になるんですよ。どうでしょう、皆さん合ってますかね。多分合ってないと思ってます。ツアープレイヤーが使ってるクラブを、まあ、憧れもあるから僕も使ってみたいなっていうのがあると思うんですけれども、果たしてそのクラブ大丈夫ですか。皆さん、タイガー・ウッズ選手たちはアスリートなので体をかなり鍛えてます。身長も180オーバー、体重も100キロ近くあるわけではないですが、その人たちと同じクラブを使った日本人、そんな人たちがタイガーたちのクラブを使ったところで飛ぶのかなっていう疑問になりませんか。だったら自分に合ったクラブを使った方がスムーズに振れるし、体に負担もかかんないのですごく飛ばせるんじゃないかなと思います。なのでちょっと説明をしていきたいなと思います。プロゴルファーの中で科学者って呼ばれてる選手に注目してるんですけれども、ブライソン・デシャンボーって言いますね。彼の体格なんですけれども、185センチ、109キロ、めちゃめちゃでかい人が B8 っていうバランスのクラブを使い始めたんですね。これ何かと言いますと、 ABCD ってアルファベットが後ろに行けば行くほどクラブの先端が重くなってきます。こういう状態になります。ブライソン・デシャンボー選手 B8 となると、女子が使うクラブぐらいヘッドの重さがないような感じなクラブなんですけれども、そんな軽いものを185センチ、109キロの選手が使ってるんですよね。それに対して皆さんどうですか。皆さんまだ300グラムオーバーのクラブを使ってらっしゃると思うんですけども、これ200台に切った時に世界変わりますからね。なぜかというと体に負担かからないので、思いっきり振っても体痛くないんですよ。これを今日はちょっと皆さんに見てもらおうかな。僕のスイングですけどね、検証していきましょうね。ではやっていきましょう。今日は2種類の違うドライバーを持ってきてるんですけれども、一つはそれこそ B8 ぐらいのバランスで279g かな。それと対照的にこれは 70g 台の X って書いてあるんですよ。プロが使ってるクラブですよね。プロはもうちょっと硬いかもしれないんですけど、まあ、プロに近いクラブということで X を今日持ってきました。この2種、これ見ていただくと分かるんですけども、X なんで全然しならない、もうめちゃくちゃ硬いです。その硬いものをヘッドスピードがある人は多分うまくしならせて使えるのかなと思います。それこそデシャンボー選手とか PGA にいる選手たちはかなりヘッドスピードが速いので、 X でもシャフトを簡単にしならせることができるんですね。 X を振った時に何が一番僕の中で辛いかって言ったら、振った時に体への反動がすごいんですよ。もちろん思いっきり振らなきゃ飛ばないっていうのが X なんで振るんですけども、振っちゃうと体にすごい衝撃があるんで結構疲れるんですね。片やこっちの軽いクラブ、簡単に振れるしバランス崩さないし負担が自分にかからないっていうメリットしかなかったんで、自分に合ったクラブ使い始めました。でここを今日はトラックマンを使ってヘッドスピードとか飛距離とかを見ていきたいなと思います。では早速ですね、こっちの X のクラブを振っていきたいなと思います。いきます。めっちゃ硬いです。この辺が42ですね。女子プロと同じぐらい。皆さんと同じぐらいのヘッドスピードで振ります。逆に軽くて柔らかいクラブ。この人はどうなるか見せますね。42ぐらいで振ってるつもりだったんですけど、クラブが軽いのでヘッドスピードが 43.6 も出ちゃってます。ここで分かることは、軽いからヘッドスピードが上がるんですよ。ヘッドスピードイコール飛距離って言われてるんですね。あとミート率っていうのもあるんですけれども、じゃあ僕が思いっきり振ってみたいなと思います。 X のシャフトで振るのと柔らかくて軽いクラブで振るのの違いをどう違うか見ててくださいね。柔らかいクラブを使ったので、もう棍棒みたいに硬くて重いんですよ。こんなので振るのかなと思うとちょっとゾッとします。やば、体に反動がえぐいぐらい来てますね。めっちゃ飛んでる。ちょっと笑ってない。まあ、僕くらい振れたら X でもいいのかなと思いますよね。ただ、振った後の反動で自分の体が悲鳴上げるんですよ。こうなると結構18ホール回るのきついのかなと思ってるんで、こっちの軽くて楽な子を選んじゃいました。楽な方で思いっきり振るんで、ちょっとこれ見ててください。スイングバランス、
どうだろう。ほら、いっちゃった。見てください、あんだけヒュッて振って体グラグラしない状態なのに自分の中で思いっきり振ってるんですよ。でも体の負担がない。しかも見てください、ヘッドスピード、さっき重いの振ったら 47.4 しか出なかったんです。こっち今49出てるんですよね。飛距離も300超えてきましたね。僕ですら重いクラブと軽いクラブでのこれだけの差が出るってことは、皆さん自分に合ったクラブ使ったら下手したらヘッドスピード 1m 以上伸びるってことですよ。自分に合ったクラブを選ぶことが飛距離アップへの近道なので、選手の真似するのはいいんですけれども、選手の体格、先ほどお話したデシャンボー選手は 185cm、109kg ですからね。そういう人たちと同じクラブを使うのではなくて、自分に合ったクラブ、ご自身の体力、柔軟性に合ったクラブを選ぶのが一つのポイントになりますからね。硬いクラブを使うと曲がりが少なくなります。ただ飛距離が出なくなるんですよ。しかも体に負担かかって途中疲れちゃうとか、いろんなデメリットが出てくるんですね。デメリットが多いクラブを使うよりもメリットがあるクラブを使った方が皆さん確実にゴルフ楽しくなるし、球も飛ぶ、体も疲れない、楽しいゴルフ、ここを目指していけたらいいなと思います。今日の動画いかがだったでしょうか。自分に合ったクラブを選ぶっていうのがものすごく大切なんですね。なので皆さん一回ヘッドスピードもちゃんと測ってもらって、自分に合ったクラブを選ぶっていうのが飛ばすためにはの最低条件。もしトラックマンで僕と同じぐらいヘッドスピード出るよって人は X 使ってもいいんじゃないですか。ただ48の僕が X をやめたんです。それをよく考えてくださいね皆さん。最終ホールまでナイスショット打つためには自分に合ったクラブを使いましょうね皆さん。では次回の動画まで、バイ。